イカスミかき氷があるんですか。この前、最大のレトロマンが出たんで、はい、出しちゃった。イカスミ醤油かき氷。こんなの普通に売ってあるんですか。ああ、そう、そうよ。この話はちょっと最初に一応から行きましょう。氷とかもどっかに。氷今回作らずにちょっとコーヒー取るやつ。その辺に売ってある。業務用のとこ行ったら。いちごで、はい、あいよ。イカスミなんですかね。なんかあんまりよくイカスミ初めてだよって。なんか調合したみたいな感じなんですか。いや謎なんですよ。あ、OK です。OK です。あ、こちらに、はいはい、さっきの方で出たかった感じなんですかね。いやいや、僕かき氷するから食べおいでって、うん、ちょっといただきますね。はい。ぶどうですか。そうあんま炭って言われてもあんま、色がイカ炭に見えるからいいか。
ごいですね。はみ出てますね。はみ出てますね。はみ出る。なんかめっちゃでかいですね。あ、はみ出るやつ隠さねえけんから大きな何度来ても。やっぱ大きさとかやっぱあったりするんですか、小ぶりとかちっちゃめ、まあなんか、ね、タコ、あ、こういういいタコっていう、いいタコある、小ぶりのやつだったら一つで入れるんやけど、あんまり大きかったらほんまに焼けんからもうカットして、今回送ってきとるやつはカットして入れるような感じやね。ちょっと大きいよね。いや、これはやっぱ気になりますね。最初はだからもう5パックとか分だけとかしか持ってきようなかったけん、あのクーラーで冷やして持ってくるから、あの売り切るのにね。あ、だから大体バーン黒になってくるお客さん、スピタコまだいける言うて、大体それが入り言葉みたいな感じだったんだけど、今もうあっちに冷蔵庫貸してもらったんで、ストックしとっても、いる時にちょっと溶かして、ね、できるようになったから。あとこれ泡吹いてきようか、これタコの出汁がまた吹いてきようか。はい、スピタコ出来上がり。はい、あのトッピング、こっち醤油かけます。あ、醤油、これ、醤油、あ、これが醤油で、こっち3つソース。あ、なんか味が違うんですか。そうですね、醤油は結構あの海のものの出汁がしっかり出てる、醤油も結構意外と人気があるんで、こっちが甘めの醤油でっていう。こっちがソースですね。あ、そうですね。こっちが醤油。あ、なるほど。いいんだろうな、もう。はみ出。食べ応えがありますね。よかった。あ、すいません、ありがとうございます。じゃあこれから夏にかけてもっと綺麗な夕日が望めたりします。で、ここもホタルがちらっと飛んできたりすることがある。ああ、そうなんですか。あ、いたんですか今まで。散髪屋さんが言うたね、ホタル飛んでくる時があるよ言うて。さすがに花火大会とかないですよね。ないですよね。あったらもう。あったね、最近は。
もうシンプルなやつですね。毎日食べるんですか？たこ焼き好きじゃないたこ焼き好き。だいたいこれぐらいの時間に。ああ、ちょっと小腹が空いた。そう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 。あ、めっちゃ綺麗な。うわあ。開始です。すいません。ちょっと時間やってください。どっから来られたんですか？ん？さっきの方、ええ、女性の方多分歩いて来られないんですか？たこ焼き焼いてる時になんか考えたりするんですか？なんかもう無心ですか？ああ、別なもんもういつほどもう無心無心うん、まあ、もう焼けたらいいからできるだけ生地を粉とか変えたりはしたんですか？ん？粉とかも いつもど変わってない粉は、うん、ちょっと変えとるよ。あ、そうなんですか、うん、あの配合微妙に変えたりしよる、やっぱりなんかそんな感じがしたんで、うん、アップグレードされてますね。逆に言ったらタコの出汁が今結構出るようになったから、うん、前の配合よりちょっとあのどういうかなちょっと抑え気味にはしてるね。うん、あの確かにそうですよね。あんま生地が勝ちすぎると、うん、生地が勝ちすぎてもあれでやっぱり、ねうん、逆に言ったらでもあのなもうほんまスピタコいうかいいタコのたこ焼きなんかはほんまあのケンさんなんかも言うけども塩でもええわ、ね、何もつけんでも美味しいとか、ね、確かに確かに、うん、ありがとうございます。大体ここを出てくるようにしてます今ね。
待ってる時が12時までぐらい開けてる。いやいや、こうしようかな。現場であるのでしようかなとも思うたりこうして。ああ、いやでもあれもう ここ工事しだしたらもうお客さんはもうね、アウト来ないんで、もう、うん、いうか規制かかっとったら結構待つじゃないですか。もう抜けろ、はよ抜けろいう感じになっちゃうから。もうあれなんでしょうね、あともうインバウンドというか外人さんがね、うん、ねえ、なんかすげえんでしょ、あの人らが猫好きこって帰るでしょ、なんか。はい、どうもお待たせしました。にぎわいファイヤーです。ありがとうございます。はい。いいよ。何を行きますか。ネギとかを。ネギ。あ、いいですか。はい、ネギまで行きゃいいです。はい。ソースです。はい。
はいよ、ネギまで行きました。これ納豆納豆もう納豆ですか。悪くはないと思う。納豆納豆ね。たこ焼き納豆ってあんまりないですよね。まあ でもたこ焼き自体はうめえんだから別に合わんことはないと思う。大丈夫ですかね。だしで絡めといた方がいい。納豆は別に拒絶反応ねえから大丈夫。自分も面白いから写真撮って。ねえ。まあ求める人がいたら面白いですけど。あ、マヨネーズっていけるんですかね。あ、いけるよ。いいよ。マヨネーズいくこれに。相性はね。まあまあまあ。うん、たこ焼きじゃなくなそうなんや。そうなんや。そうなんや。あ、なんかあるんですか。いや、この…ありがとうございます。あれ…お、いただきます。はい。あ、納豆が冷てぇから、ちょっとええか。あ、フォークが、うん、また変わった感じですね、なんか情報量が結構多いですね。納豆の感じもあるんですけど、たこ焼きもあって情報、いろんな味がする。いや、まずいとかじゃないですけど、うん、なんか今までにないようないや、なんとかできると。わかりました、じゃあちょっとまた改めて。いいよいいよ。はい、あれ、お世話になりました。いいよ、じゃあ、まあ、ありがとうございます。いつも。いや、休みの日ってあるんですか。休みは一応ここ月曜日が散髪屋さん休みじゃけん、その時は休むようにはしとんじゃけど、うん、それでも出とることが多いかな。わかりました。じゃあ、うん、じゃあちょっとまたインスタグラム了解、連れてきちゃってください。はい、ありがとうございます。はい。